本日の先駆けインタビューはゴールキーパー21番松本拓也選手です。まず松本選手の方で本日の試合を振り返っていただけますでしょうか。勝ちを目指したんですけれども、その中で、得点を取れなかったっていう部分で、目指したものとは離れましたけど、負けなかったっていうのも一つの収穫だと思います。はい。押し込める時間が長かった展開ではあったんですけども、結果無失点で抑えた部分どう評価できますか。やっぱり試合を重ねていくごとに硬くなってますし、北九州もやってくる攻撃っていうのがはっきりしている中で、やられなかったっていうのはまた新たな自信になると思います。古巣の北九州相手に戦うというところで何か特別意識したこととかあったりしますか。いや、もう特に古巣感っていうのもな、離れて5年になるんで、ないですし、去年は1回もまだ戦ったことがなかったし、北九州で、やったことがなかったっていうのもあって意識する部分はあったんですけど、今年はもうそんなこともなく、ただ一緒にやってた選手も出てたので、その人たちとの駆け引きを楽しみながらやってました。最後に、次節ガンバ大阪 U23 戦に向けての意気込みをお願いします。またクオリティの高い相手との戦いになりますけれども、今積み上げたものっていうのを、しっかり出して、令和最初の試合しっかり勝って帰っていきたいと思います。はい。本日のインタビューは松本拓也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。